私3代目なんですけど、明治30年から先祖がやってたもんで、なんとかその上野の旅行をやっぱりその前に戻したいっていうような考えもあって、なんとかその先祖の魚をもう一度出荷してみたいなと思って、どちらかといえばやっぱりヒラメが主流になってますから、ヒラメがね、これからシラをね本格的になってきますから、日本人です。それ確信してさ魚を出荷してるんですけど、まあ各市場でもそのように評価してもらってますから、だから安心して出荷することができてるんです。みんな漁師さんが丁寧に扱って取ってくれるもんで、それで品物を良くしてくれるもんで、私はもう精一杯買ってこれを販売すると。沖戸の魚は他の魚よりも鮮度が良いために非常に美味しいです。食べれば分かります。